はい、OK です。では、じゃあ、はい、どうぞ。おトイレ入ってますかね、ちゃんと。入ってる。もうさっきのもう同じようなセリフはやめましょう。で、とりあえず本題に。はい、じゃあ はい、まずはこうウィッグからいきましょう。はい、この三つ編みのね、これ太いの。あ、なんだこれ。ちょっとこのなんていうの、網の部分が出てきた。ああ、ちょっとこれはラーメンマンになりそうだ。で、あとはこれ、この触覚2つと硬くなってる。で、輪ゴムでこう止めてあるやつです。え、してたっけ？してないでしょ。カチューシャはしてない。じゃあ、帽子入れます。いいよ、どうぞ。あ、喋んない？なんか。なんか、そちらの声をね、入れたいわけなので、なんか喋るときあったらちょっと言ってくれば、音取るから、そちらの。言ってくれば。じゃあ、はい、次、ズボン行きます。ズボンは、なんかね、どうだろう？アニメのやつって何色だった？オレンジっぽかった？灰色っぽかった？まあ、一応まあ、似てれば似てんのかな。似てるっちゃ似てるよね。まあ、でもなんか前回買った4、5キャラのあれよりはちょっとしっかりしてる感じしますね、これね。丈夫、丈夫。長持ちしそうなイメージがあります。はい、いけますね。で、あとは お値段。それさっき言った通りに。はい。じゃあ、お値段のね、こと、それさっきのことなしってことにしといて、とりあえずお値段の予想を当てて言ってほしいんですね。大きな声で。そうだね、1万はいくね。はい。なんかバカらしいね、これね。何回も撮り直してるところがね、ほんと。じゃあ、行きましょう。はい。しょうがないね。ここは、はい。ハスター君のコスプレ、12,500円。ほんとこれ別に買ったら多分大体2万はいくと思うんだよね。普通のところ。それを12,500円。で、あとは、配送料1,500円。結構ね、安い。やっぱ俺ちょっと風邪気味だわ。風邪気味です。はい。ではもうこんな感じで終わりにしましょうか。ちょっとウィックスペンを買っておいたけど。そうですね。来た時に今度撮りましょう。はい。じゃあ、はい。じゃあお別れの挨拶を一言。はい、バイバイ。